はい、ご覧いただきありがとうございます。ショービド時計店の神岡と久保田です。よろしくお願いします。はい、本日は、リクエスト返答で、お一人、リクエストをいただいておりますので、そちらにお答えしていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。ではリクエストをいただいています。ありがとうございます、ベートーベン様、ありがとうございます。今回オーバーホールについて、はい、ということなんですけど、ちょっと専門用語がいっぱい出てくるので、一回さらっと読んでその後説明しながら追っていきたいと思います。はい、これはですね、ベートーベン様、スウォッチグループジャパンの話です、はい、でオーバーホールを受けた場合、コンプリートメンテナンスサービスの一つにケースおよび純正ブレスレットのライトポリッシュというものがあり、これは一般に傷消しのための新品仕上げと言われるものだと思うのですが、この新品仕上げはどのようなタイプの時計で行える、または行えないものなのでしょうか。具体的にはステンレスのポリッシュ、サテン、ヘアラインやその混合型などの時計で行えるかどうかを知りたいです。また貴金属系や PVD でも可能なのでしょうか。それから研磨という操作を行うと思うのですが、ヘアラインが消えてポリッシュになってしまったり、エッジが効いていった部分が丸くなってしまったりということはあるのでしょうか。また目減りなどの問題もあるので、オーバーホールの度に行うのはやめた方が良いのでしょうか。依頼時に新品仕上げだけ断るということもできますよねと、ね、教えてくださいと。ありがとうございます。こいつもありがとうございます。なかなか濃いですね。これは、分からなかった方も多いと思うんですが、順を追って説明していきます、はい、これ見たところ、4つご質問をいただいてますね、オーバーホールに関して。で、まずスウォッチグループジャパン、これは、当店で言えばティソが、そのグループの中に入っています。スイス、まあ、世界最大のグループですね。時計グループと言うてもおかしくない。そうですね、はい、スウォッチグループという中のその日本で展開しているのがスウォッチグループジャパンと、当店ではティソがそのブランドになっています。でそこでオーバーホールを受けた場合のコンプリートメンテナンスサービスっていうのがあるんですけど、これは俗に言うオーバーホールのスウォッチグループ版と思ってください。コンプリートメンテナンスサービス、イコールです、はい、の中のそのケースおよび純正ブレスレットのライトポリッシュ、ライトポリッシュです。で、ベートーベン様の一つ目の質問が、このライトポリッシュというのは、俗に言う新品仕上げというものと一緒かどうか、でそれはどんなタイプの時計で行えるかどうかっていう質問がどんどん深くなっていくんですけど、まず質問一つ目、ですね、スウォッチグループジャパンの、ライトポリッシュっていうのは新品仕上げとは別です。これですね、スウォッチグループジャパンのカスタマーサービス、サービスの方の方にちょっと質問して、いくつかこの答えを聞いてきました。ライトポリッシュっていうのとはまた新品仕上げは別です。なるほど、はい、基本的に、読んで字のごとくライトポリッシュなので、軽めの研磨の作業をしますよということです。なので、どのようなタイプでも、どのようなタイプの時計でも基本的にはこの作業は行えます。質問、時計の種類に問わずですね、はい。で質問2つ目、はい、具体的にはそのステンレスのポリッシュでサテン、ヘアラインってあるんですけど、これは時計のケースの仕上げのことですね。つや消しであったり、ヘアライン仕上げであったり、鏡面仕上げとか僕たちは言いますけど、はい、そういう仕上げがいろんな時計があると思うんですけど、それはできますかっていうことなんですけど、これは軽い研磨なので基本的にはできます。例えばですけど、はい、その銀無垢の懐中時計とかあった場合、はい、銀無垢、金無垢ってあるけど、これなんかもやっぱりこう
やっぱ空気にほら触れて酸化してちょっと色が変色していくんですけど、はい、それなんかも新品のような色合いで持ってくる。これがですね、はい、これがこの次のベートーベン様の質問なんですけど、これが結構濃いところだと思うんですけど、はい、貴金属系、さっき言ってた金銀なんかや PVD、あのステンレスの上に加工をしている分ですね、それでも可能なのでしょうかと。これが2つ目の、3つ目かベートーベン様のご質問です、はい。2つ目の質問のそのステンレスの、まあ、いろんな仕上げ、ヘアライン仕上げとかなんかも軽い研磨なのでできますと。で次のその貴金属系金銀なんかは、基本やっぱりかなり、その時計をお預かりした職人が見て吟味するんですけど、お断りする場合がやっぱりあるそうです。どうしても、うん、それはあるそうです。例えば金だったり銀だったりした場合は磨いた段階でその研磨剤なので、うん、まあ目減りというか後で出てきますけど、はい、削られるとねになるそうです。なのでまあそれは、スウォッチグループジャパンの技術、サービスの方の判断でやるかやらないかで、お客さんにやるかやらないかを、まあ、確認し合うということですね。意思を確認後にね、そうですかもしれない、はいはい。で、ご質問、これ3つ目にします。このご質問3つ目、研磨という、まあ、作業を行うと思うんですが、ヘアラインが消えて、あのポリッシュになったり、うん、ヘアライン加工しているけど磨きすぎて消えてしまったりってことですね、これは、うん。で、例えばそのエッジを効かせたカクッとしたケースのところが磨きすぎて丸くなってしまったり、はい、ということはあるのでしょうか。これも、もちろんあのずっと出てきますけど、ライトポリッシュ、軽い研磨なので、うん、そこまで角が取れたり、もう仕上げが消えるぐらいまでっていうことではないです。本当に軽い研磨、うん、磨きですね。まあ、ちょっとね、磨き方を変えると、その出す時の使った時点、それまで使った時点でだいぶ取れてますっていうのはもうあるんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、これがその新品仕上げとの、違いなんですけど、新品仕上げは本当に深い傷までごっそり削るので、はい、深いと思ってください、研磨の作業が、うん、でライトポリッシュとはまた違うということだそうです。よくね、中古の業者なんかがそういうふうに仕上げて、あ、そうテントに並べる、はい、また本当に新品のようにして売り出すということですね、うん、なのでこのライトポリッシュのサービス自体は、まあ、本当に軽い研磨で、当店では、当店で扱っているティソはこの作業はありません、はい、これ実はですね、はい、スウォッチグループジャパンのホームページに記載があるんですけども、まあ、相当高級ブランドですよ。ブレゲ、ブランパン、グラスヒュッテオリジナル、ジャケドロ、オメガ、ロンジ、こういった、まあ、高級ブランドでそのサービスとしてライトポリッシュを展開、サービスの一環としてその中に含まれているオーバーホール、うん、なるほどね、ということです。当店ではティソは含まれてはおります。ハミルトンとかティソのような、あ、そうです、そうです、はい、そういうのはやってない、やってない、はい、ということですね。ミドルクラスブランドはやってない、やってない、はい、ですので、まあ、最後の質問4つ目で、目減り、削りすぎっていうこともないけど、うん、すごい研磨するということもあるので、オーバーホールの度に行うのはやめた方が良いのでしょうかっていうのは、もうこれは答え出てますけども、軽い研磨なので何回も言うけど全然大丈夫です。まあ、はい、目で見て分かるぐらい減ることはまずないですね、はい、そうですね。で、小傷なんかはまあちょっと綺麗になったり、まあ、艶が出てきたりするぐらい、本当に軽いサービスだと思っておいてください。で、新品仕上げで依頼することももちろんできるそうなので、カスタマーサービスの方では、なので、はい、まあ、お客さんとの、まあ、話し合いですよね。よっぽど深い傷がいっぱいあるので新品仕上げにしませんかみたいなメーカーからも見積もりも来ますし、まあ、お客さんの方から新品仕上げしてくださいっていうのもありですし、そこは、まあ、僕たちであり、そのサービスの方と密に連絡を取ってやり合う作業。どうしてもね、深い傷っていうのは、例えば時計を落としたり、なんかこう、何かの弾みで移動中に落として、それが引きずられたりすると、どうしても深い傷っていうのが入ってしまうんで、はい、そうなるとやっぱりね、その傷を消すためには新品仕上げの方が、そうですね、よりいいというか、まあ、それが綺麗に消えるんじゃないかなというところです。なので、消費道でも、お店の方で、
まあ、ライトポリッシュじゃないですけど時計の磨きはやってますけど、ああいうような感じです。あの例えば時計半日ぐらいお預かりして小傷とか、まあ、磨きをやりますよっていう本当に軽い作業になるので、そこはまたオーバーホールの時の、まあ、見積もりですとか相談にもよると思います。深い傷だったら新品仕上げを頼んでも、頼めるということですね。はい、という深い話でした。なので必ずこの作業をやるということでもないですし、必ず新品仕上げをやるということでもないので、だからまあケースバイケースでちょっとこれとりあえず汚れとか傷がひどいですよっていう場合はそれを進めたりする場合もある、はいはい、そうですね、ということです。残念ながらあのうちのティソーはあの該当しないのであまり関係ない話だったかもしれないんですけど、ベートーベンさんこんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけであのなかなか深いリクエストでだったものですから、もうお時間となってしまいました。こちらもお勉強になりましたね。勉強になりましたね。はい、はい、それでは本日はこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。